どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、私今トロフィー1877なんでございますけれども、アリーナ6でございます。私ですね、この編成でこのデッキでですね、私アリーナ5、6を勝ち進んでおります。こちら、アンリ編成というものが流行っておりましたが、やはり大砲とテスラがね、弱体化してしまったんですよ。1分から40秒に減ってしまったんですね。なのでそれをですね、インフルのタワーに変えることによってゴーレムも対策できますし、相当プリンスもね対策できますので、相当強い、これねアリーナ5-6のテンプレデッキなんじゃないかなというふうにも思います。早速リプレイをですね見ていきたいと思うんですけれども、まあ、引き分け、勝利、勝利、引き分け。まあ、ここ一回負けちまってるんで、ここ一回負けちまってますね。しかしですね、圧倒的勝率、そして、まあ、引き分け、相性が悪いデッキであっても、引き分けに持ち込むことができるこのデッキなんですね。じゃあ、早速こちらの方を見ていくことにしましょう。私のリプレイでございます。はい、画面横ですね。すいません。さあ、早速見ていくことにしましょう。やはり基本的主軸となるのはこの編成、このデッキはですね、フリーズホグなんですよ。そのフリーズホグに、こう、いかにね、こう対応していくか。こう、相手がですね、こう来た時に、その、闇雲にフリーズホグをするのではなくて、相手のエリクサーが減ったタイミング、または相手のね、その編成がこう、なんですか、相手が攻撃してきてるタイミングで防衛しつつ、攻め込むっていうことが重要となってきますね。はい、こちらしっかりとこのようにですね、ジャイアントも処理できております。この段階で、もうアドバンテージがすごいんですよね。はい。そしてここで、相手のエリクサーが減ってることを分かっているので、フリーズホグしていきます。こちらフリーズホグですね、相手のね、スケルトンの大群で処理してきようとくる、処理してくよ、来ようとする人がいるんですけど、実際フリーズホグでほぼほぼ固められます。で、あと、まあ、その、スケルトンの大群全部、フリーズで凍らすことができなくてもですね、なんですか、この、クラロワって結構、もたつくじゃないですか。フリーズの後ろに、違う、ホグ、なんか、ホグが通ろうとしてるところにジャイアントいると、すごい、ホグが、ういういういって言って、こう、前にあんまり進まない、現象起こりますよね。なんかこう、突っかかるというか、それがですね、起きるので、ホグをね、スケルトンの大群で処理することはあんま良くないと思います。はい。さあ、早速見ていくことにしましょう。こちら、まあ、防衛でしっかりとですね、まあ、ジャイアントの軌道を揃えしつつということで、やっぱりですね、この編成何が強いかと言いますと、あれなんですよね、ジャイアントとかプリンスとかの軌道をずらすことができるんですよね。それが本当に強いなというふうに私思いますね、やっぱり。はい。で、これは、そこで私、今、さあ、残り相手1420ということで、さあ、相手ウィザードで展開してきました。ここでですね、私も、防衛するか否か、ジャイウィズできてますよね。ですので、ここでしっかりとテスラで、ジャイアントの軌道をずらしております。まあ、ジャイアントの軌道をずらすっていうのも、まあ、ダメージ与えるのも重要ですよね。さあ、そしてジャイウィズで来られたら結構やばいなと思ってるんで、ここでしっかりと、まあ、インフェでね、防衛しつつという形でございます。もうね、攻めようと思った時に攻めちゃダメなんですよね。もう相手が、これ絶対確実にいけるなという場面で攻めることが重要だと私は思いますね。はい、そして、こちら残り900、700、さあ減っております。さあ、ここで、ちょっとスケルトンも処理しようとしてですね、スケルトンとタワーにダメージ与えようとしてファイヤー出したんですけど、ちょっと今、ダメージだね。はい。そして、残り30秒でございます。残り相手280ということで、もうほぼほぼこの時点で防衛しつつという形でございますよね。やはり、インフェルノタワーの耐久力、そして攻撃力がバカ強いんですよ。さあ、そしてこちら、ホグを出していくんですが、こちらもはやね、もう余裕ですね。もうはい、この時点で、処理止まっていますので、今回相手ね、キングがね、レベル8なんですよ。格上相手なんですよね。格上相手にも、このテンプレ編成。この、なんつうんですかね、このフリーズホグに、この防衛強化版のフリーズホグですかね。本当に強いノイズ人皆さん真似してみてください。本当にね、アリーナ5-6で勝ち進むことができますので、ぜひとも皆さんお試しあれということで。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。